今回はだから今までの FF と一番違うのはその世界観の設定がすごい細かく全部設定されてるってところが違うと思うんで、まあその世界観から外れないようにっていうところが一番まあ意識してたし、今までの FF と全然違うところかなと。世界観が最初に設定された時にはそのアジアのテイストでっていうのがあったんですけど、全体的にもうそういうなんとかタイとか南の方のこう色がこうすごいいっぱい使われてるような南の島のイメージのアジアっていうのは結構前面に出てたんで、そのまあアジアの中にはやっぱり日本、まあ、和もあるわけで、まあ、それもちょっとどっかに入れたいなと。と一番こだわった部分といえば、地域や人種によって服装の雰囲気を変えたところです。例えばアルベト族だと機械中心に生活をしているので、スピラの人たちとは浮いてる存在にしたかったので、わざとゴーグルやフルマスクをかけさせたり、異様な雰囲気を出している服装にしました。他だとロンゾ族は戦闘民族なので戦いやすい軽装にしたりしています。と好きなキャラクターを一人挙げるとすると、ブリッツボールのビサイドオーラカの選手のキッパです。他の選手を見渡しても太っているのは彼だけなので、一人だけ浮いていてそこが可愛くて好きです。フェイシャルは制限を、まあ、デザイナーさんに対する制限を減らしたことです。もう縦横無尽に顔中に骨が入ってるんですけども、まあ、そういうことをすることで自然な表現ができるようになったんじゃないかなと。いろんな表情ができますしね、目も動きますし瞬きしますし、PS ってすごく複雑なハードで開発が難しいって言われてますけども、確かにその通りで、なかなか自分のものにするにはすごく時間かかったところはあるんですけども、まあ無茶をすれば無茶ができてしまう、まあ叩けば叩いただけの結果が出てくるような、そういう魅力があるマシンだなと思いました。で、まあユーナの振袖ですとか、とティーダのフードですとか、アイブツレンザンとか、あとスペキラーっていうテカリとか、そういう、あと影をつけたりとか、そういう今までのマシンだと難しかったことが自然にできるようになったなと思います。